冒頭でちょっとニュース関係で一言だけ皆さんに戻っておいた方がいいのかなと思ったのはねこれ22日のおとといの発表なんですけど大阪府と読売新聞社がですね、えーまあ、教育、人材育成、情報発信安全安心子どもなんたらかんたらばっとあるんですけど8分野にわたる連携協同というのは共同あの協力の協議に働くの協働ですね。 えー、共同を一層さ、えー、促進させるための包括連携協定を締結すると。これみより新聞は新聞社を辞めるっていう発表なんですかね。これは。というふうに見えますよね。あの新聞社がそうした包括連携協定を結ぶということは。 あもう明らかに報道の責任をある分野について放棄したことを言いしってますよ、ね。どうせかくっていうのは特にこの読売新聞大阪本社にとっては主要たる取材対象、うん、そうまさにチェックの対象でしょ切れ事を抜いて言うとね別にこういう包括連携協定が通く前から読売新聞産経新聞あるいは他の新聞も一部そうだけどまあずぶずぶで政府のケツなめ新聞なんですよね。はい でそういうことをみんなも知っているしそういう意味でいうと今更こうしたの、うん、そのなんか反応しようがないですよね、うんまあ、とうとうそうなっちゃったのかガッハッハッていうこ <laughs> の裏ではそうなんだから表でも,もうやってもいいじゃんっていう <laughs>、うん、でも表とては裏違うだろうなというのが一つとですね、はい、まあでも皆さんおっしゃるようにじゃあここにわーっとああの集まるメディアは。 大阪府庁の記者クラブ室からは、ーあ、で、見て来るわけですよね、うん。おっしゃる通りですね。うるさい、ああ、うるい話なんですけど、でも。やっぱり表立って、包括連携協定を。まあ、要するに大阪地方政府とはいえですね。じゃ、そのうち。日本政府とも結んだらどうだと、そのことを読む新聞は。昔の大本営発表と、ね、その前例を同じくするってことですよね。これに対して、世の中が、いいから、クリスマスとはいえですね、反応しないとなると。 あのまあもうマッキ症状もいいところですよねこれはね、うん、ここでわーっと批判が出たら二十日七日中止になったりするのかどうかでも大阪まあ大阪府民にかかっているところもあるわけです一つはね。うん でもこれやっぱ大阪マターじゃないですよ、これ全国マターですよ、もっと言えばこれ人類マターですよ、はっきり言って。大阪マターいやあのその話は、はい、まあ今日の本編にも、ね、少し関係するところだけれども、既得権益を批判できるかできないかということはね、はい、それこそ既得権益とともに、まあ、古い体制をもろとも心中するのか、まあ、沈みかけた船の座席争いにみんな乗っかるだけでその船を沈むのを放置するのかというね、そういう問題そのものなんですよね。で船を作り変えようと いうふううふにに言うためには基本的に今ジムさんがおっしゃったことと反対のことをやらなきゃいけない既得権益にどんな問題がありそれが我々の未来をどれだけ閉ざしているのかということを、ね、みんなに伝えなければいけないその責任を放棄しているのであれば既得権益とともに心中する道をねまあ予告をしとくとですね今日のテーマでも。うん 大阪府の話は後から出ます、うんえー、重大な問題,問題として出ますので、うんえー、別にだからこれを取り上げたわけじゃないですこれはこれだけでも十分問題ですよだけど大阪の、えー、別の問題というのは今日のテーマに関わっていってますまあ夢谷さんがよくあのいつも言ってるようなものが本当にあの一番,一番初,あの初歩の初歩というかですねその記者会見とか報道機関がその一緒に政府と一体化するとかっていうところから いいよいよ本当に崩れ始めたなというのをちょっと象徴するような出来事が今週2つあったというふうに思いますで僕は今日のこのテーマが、えー、あまり報道されてないっていうことも、えー、まああまりっていうか正直言うとほとんど報道されてないっていうことも少なくとも主要メディアにはですね、えー、根っこは根っこには共通したものを感じるので、まあ、ちょっとうちもじゃあこれだけは今日のテーマは頑張んなきゃなと思って永遠の化学物質問題というのを。 えー、テーマにやらせていたただきました結構世界ではこの問題は今もうまあ火を吹き始めているとヨーロ EU もどんどん動いてるしあと、えー、でちょっとご紹介しますがアメリカではあのーまあ、か,かなりメジャー作品といってもいいでしょうトッド・ハインズ監督ですよで、えー、マークラ、えー・ラファローとかですねティム・ロビンスとかアン・ハサウェイ出演の「ダーク・ウォーターズが」が、まあ、日本では残念ながら東京では今 東方、えー、シネマのあそこでしかあのやってないんですが東方で全部でやってくれるといいなと思いますけどあのそこまで来てるのにニュースにほとんどならならいあの毎日飲んでいる水毎日使われているフライパンに関わる問題なんですけどあのちょっと全然それが出てきてないなと思います。今日の、えー、主役は フォーエバー・ケミカルと、はいはい、フォーエバー・ケミカルは何のことかというと、ああうね、主に主役になっているのはこの二つ、ね、えっ、ー、と P ホスっていうのと P4A、うん、で、パフロードあのオクタンサルフォネート、一応自然界にあることはあるんです、ね、あるんですけれども,もいい、こんなにたくさん入って いたものはないんですけどその理由は何かというとですね、うん、C と F をこの結びつけるためのエネルギーが生物学にはないんです自然界にはないそれほど大きなエネルギーを必要とする人間的にでこれを作るためには高エネルギーがいるということは引き離すのにも高エネルギーがいるということなんですよねこの鎧のようになってこれが壊れないいうまず壊れないという特徴があるとでも先生さっき脂肪酸と似てるって言われたね,そねこれが H になるとそれは結局脂肪酸って普通に 人体がその栄養として取っているものですよね。よねうん、つまり人体は栄養と栄養素と間違えてしまって似てるから、で体にわざわざ自分から取り込んでしまうあれ。取り取り かつてあのほらあの環境ホルモンっていうね代物、ええ、なんかがわざわざあのレセプターを出して取り込むっていう,う、ねね、はいやっぱりあの機能というかですね人体の中に入る仕組みとしてはやっぱりそこが共通してるんですかしてます、はい、C の6ぐらいとかね C の短くなると非常に尿中に出やすくなるんですよそうするとですねあの体には蓄積しれる、はい、排出されるところが C の8という科学的な安定なものというのになると。うん 尿中にほとんんどないですよそういう特徴があって数つ壊れないとさらにこれが脂肪酸と間違うのでパオキゾームプロイファレーターという一つのクラスがあるわけですねパオキゾームという脂肪を分解するための組織が人間の体にあるわけですねそれをものすごく刺激するというところは毒性のメカニズムとしてそうですね PFAS という総称で呼ぶわけですね。がて 今回問題になるこれみたいにあの毒性があるというわけでは必ずしもないとないない一番注目すべきものというのは C の8のもので,、うん、で業界もですね今現在そのことが分かっているので短い差のものを作ろうとしているわけですね C8 というのはです、ねうん、残念ながらもうほとんど大き,あの大きな企業ディポンにも含めて水泳もです、ねうん、大企業も作っていないんですよ。 でそれはこういうい健康リスクがあると、うん、でさっき言ったあの脂肪酸の影響っていうのがある,あるためにですねコレステロールチンの影響が及ぼしたりまだ水のとかを検査して濃度がどれくらいあったえっこんなにあったのっていうででも日本の基準すごい高いから一応これでも OK だったりするんでえ基準下げなきゃっていうのがまだ今の事件。 あのやっとそこがもうこれ基準超えてるものがあるからってなった時になったじゃあ健康調査しなきゃってなって特に疫学調査って時間もかかるからえまだそこなんですよね何かこう変なものを食べたりしなければ別に大丈夫でしょうじゃなくてこれが今先生のおっしゃったように一つもう水とかに入ってきちゃうっていうところでねえ実際に川から取水した浄水場がまず各家庭に入ってまあ我々普通に飲んでますよね。それから もう一つ民生品でですね、まあ、これはあのあの、まあ、有名なデュポンのテフロンとかっていうのがあるわけですけど、うん、まあ要するにフライパンの加工とかそれからこれはまああと洋服であの水をはじくものはで今もいろんなものに使われていて壊れないので、まあ、ぐる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 回るこれ大学の時に同じような話をしたんですけどでどっかでまあ宿主ですね宿主を見つけて。 生態系一回入っちゃうとですね四、うん、年あの p f o p 4 a の方が4年ですね、はい、で p f o の場合7年ぐらいですね少なくともそれくらいは体内にとどまってしまうっていうことで半分になるのが時間がそれない半減期がそれそこまでですねそうすると全部なくなるって意味になるともうほとんど一生に近いっていうことに、えー、とテフロンの過去のフライパンというのがあの、えー、一般的に売られるようになったのが60年からと。 いうのが、まあ、ここから始ままったのがここに来るまででここにるではもうあらゆる民生品にさっき言ったように水はじくだらなんだかんだもう、えー、いろんなものに使われてるしあの、まあ、コーティングですよねあのいろあの鍋とかそれから炊飯器なんかでも、えー、ただあのこの先生後でしっかり聞かなきゃいけないことですけど今日本ではそれが使われてるかどうかっていうのは、うん、買う時には 表示義務なり買う人があじゃあだったらこれは使っあの入ってるのはいけないんだなと思ったら避けることができるような状態にはなってるんですか？なってないと思いますね。な,なそれはあの、うん、かなりあのご本人が気をつけないといけないということがあるんですよね。うん、あの後で大事になってくるのは半導体そのものもというよりも半導体の製造あの装置っていうんですかに必ず必要になるそうでそれがあのまあもしかすると。 軍事基地だけにの問題じゃ済まなくなる可能性が、そこら中で半導体やっぱ作ってますから。これ水道水の基準ですよ、うん。これは日本でまだ目標値であって、これを超えると罰金があるとか、そういうようなものではないないということですね。だから、まあ非常に。まだ日本の家臣法の基準というのは非常に。あの低いとこその米軍基地で結局。 まあそういうい火器を使うところだとまあドンパチやって燃えたら当然後で誰かその消防隊みたいなのがまあその基地内の消防隊が来て消しに来るのでそこでまあ大量の消火器を使うとまあ日米地位協定で環境については何のあれもないので一切日本だけは提供されてない韓国でもえアメリカ国内の基地はもちろん韓国ホンジュラス彼が言ったのはそれからえーとヨーロッパドイツでもえ全部それは情報が提供されている。 トランスパレシーという提供されてて日本では何たって日米地域協定は一度もアップデートされてないのでしょっちゅうなんか事故が起きて火が出てるのかと思ったら誤作動のことなんですよそのスプリンクラーの。でまあ中にはバーベキューとかの煙に反応して誤作動をすると。で誤作動をした結果どういうことが起きるのか日本からは出てこないので、ね、情報が。アメリカの情報自由法ですねフリーダム・オブ・インフォメーション・アクトに基づいて公開あの請求するとですねこれが 問題の消火剤今は米軍はもうその、えー、とさっきの PFOS や p 4アが使われているものはやめたっていうふうに言ってるんですがで,すで,すでも問題はじゃあ日本の今在日米軍やめたんですかっていうことをし調べたくても,も地位協定ですからそ,のそれはあの調べる術はない一応分かってるお宣言として一応この3つは、えー、実際に、えー、これ健康被害じゃないですよ水の方を調べた結果 えー、ここれれだけ汚染されてるとでもほかにもだから間違いなくいっぱいあるはずだしそれからさっき先生がおっしゃったようにそもそもそういう基地とかなんとかがなくても、まあ、そ,それなりにまずあの汚染は雨水なんかでもおそらくある程度はあるだろうとただしやっぱり近いところは非常に高い濃度になっている可能性があるたださっきの汚染源の中に工場っていうのがありましたよね。ね米軍基地じゃなくててももそういういいののを使っている工場の周辺では ある可能性があるので説は基地じゃなくて、えー、でこれ代金とか書いちゃってますけどこれはもう一応お世話が代金であるってことは確認されていることと考えて先生いいんですかこれも確認されて、はい、もうあの一公的には分かっていることになっておりますのでそれは大丈夫ですね、えーえー、はい代金の説の記事っていうあの地図っていうのがあの先生から伝えてるんですけどこれが工場なんですね、うん、工場なんですね、はい、でえっ、ー、と代金はですねあの 地下水の汚染が減ってきたと、うん、であの、えー、周辺の住民に対しての暴露はないというふうに言ってきてるんですよね。うん、でところがですねあの多くの住民がですね本当にそうなのかって心配